宇宙法則で楽に楽しく生きる、小林誠寛。はじめに、この本は私の講演をまとめたものです。これまでに私は講演会でたくさんの話をしてきましたが、その話のほとんどがいかに頑張らないようにするか、どう考えれば楽に生きられるかというものでした。それは実は私自身がこれまでにたどり通り抜けてきた道でもあったのです。そしてこのようにまとめてみると、楽に生きるというための方法論が随分たくさんあることにも気づかされました。私たちはいろいろな出来事に思いを持つこと、その思いを実現するために努力を重ねることが唯一の方法であり、価値があると教え込まれてきました。しかし、その思いこそが人間の悩み、苦しみ、苦悩、煩悩の源であったのかもしれません。もし悩んだり苦しんだりしているならば、そしてそれが辛いのであれば、この際、その思いを持たないということをやってみてはどうでしょう。あるいは思いを持ったとしても、その思いに執着しないという考え方に身を置いてみると、目の前の現実に振り回されることなく楽になっていくように思います。もともと私たちは自分が考えるほど大した存在ではありません。ですから、気合を入れて生きるということから気を抜いて生きる人生に変えても良いのではないでしょうか。小林誠寛。第一章、喜ばれる存在になるための宇宙法則。人の目がないところでこそ本当の自分が現れます。それを神様は見ています。1953年映画ローマの休日で初主演したオードリー・ヘップバーンは、この映画でヨーロッパの名門王室の王女アン王女役を演じました。普通の女の子に憧れる王女様が、歴訪先のローマで夜お城を抜け出し、グレゴリー・ペック演じる新聞記者と淡い恋に落ちるというこの作品で、オードリーはいきなりアカデミー主演女優賞を獲得し、世界中にヘップバーン旋風を巻き起こします。オードリーの存在を探し出したのは、ハリウッドの巨匠監督ウィリアム・ワイラーでした。ローマの休日を撮るにあたり、ウィリアム・ワイラーはヒロインのアン王女役にぴったりの女優を見つけられずにいました。王女の品位、品格、落ち着きと明るさを醸し出せる女優がハリウッドにはなかなかいなかったのです。王室がアメリカにはなかったせいかもしれません。そこで王室があるヨーロッパには、もしかすると王女様の雰囲気を持っている女優がいるかもしれないとウィリアム・ワイラーは思い、スカウトマンをヨーロッパに送ります。そのスカウトマンの一人が当時22歳になっていたオードリー・ヘップバーンとロンドンで出会います。彼女は天性の華やかさと王女の気高さが備わっている、まさに大女優になるような資質を持っている。オードリーの中にプリンセスを見たスカウトマンはすぐウィリアム・ワイラーに連絡をします。すると彼はこう言いました。わかった、じゃあスクリーンテストをしてフィルムを送ってくれ、ただしと一つだけ条件をつけたのです。そのスクリーンテストが終わった後もしばらくカメラを回し続けておくようにと。オードリーが受けたスクリーンテストとは、王女様という身分から逃げ出して取り巻きのいない場所で初めて自由な朝を迎えるというシーンでした。
ああ、今日は素晴らしい天気だわ。素敵な空だわ。カット。ディレクターの、これでスクリーンテストは終わりました。という声に、オードリーはもう一度両手を広げて、ああ、これでテストは終わったのね、と言いました。その時の表情が素晴らしかったのです。その結果、オードリー・ヘップバーンは大抜擢されました。ローマの休日はオードリー・ヘップバーンの原点であり、帰結であると言われていますが、スクリーンテストが終わった後の生き生きとした表情と無邪気な笑顔こそがオードリーの原点だったのです。この話から、私たちはいつどこで神様が見ているかわからないということが言えます。逆に言うと、私たちはいつでもどこかで神様に見守られている、応援されているとも言えます。私たちはカメラが回っている時だけ生きているのではありません。カメラが回っていないところ、つまり周りの人たちの目がないところでも自分の生き方ができている人は、自然に美しい存在感が放たれるのでしょう。与えるだけでなく、心を広げて受け取れる人へ、ありがとうを言うことは、心の扉を開くことです。私は30年ほど前から数多くの人生相談を受けてきましたが、20代後半から30代にかけての独身女性約120名の方からよくこんな質問をされました。自分は結婚したいと思っているのに、なかなか良縁に恵まれません。どうしたらよいでしょうか。その120名の相談者に対して、私はずっと同じ質問をしてきました。男性と一緒に食事をした後、男性が2人分の食事代を払おうとした時、自分の分は自分で払いますと常に主張してきたのではないですか。そう尋ねると多くの人は、え?と小さく叫んだものでした。だっておごってもらう理由がありません。それにおごってもらうと借りを作ったような感じがして、なんとなく重苦しいんです、というのが良縁に恵まれない人の共通する答えでした。120名ほとんどの人がそのように考えていました。そこで私が言ったのは、2人分を出したいと言われたら素直に出してもらう、出してもらった上でお礼の気持ちを込めてありがとうと心から言ったらどうでしょう。それで借りも貸しもなし、心からのありがとうを言ってみるという提案を私は彼女たちにしてみました。ほぼ半分の相談者が明るい表情で、わかりました、やってみますと答えました。結果としてその人たちの全員が1年半以内に婚約し結婚しました。受け入れ始めたところから大きな変革があるみたいです。それでも嫌だと答えた半分の人は、9割以上の人が今も独身です。ありがとうと言えるのは、相手を受け入れられる自分になったこと。ありがとうという言葉には細胞を活性化するものすごいパワーが潜んでいます。心を込めたありがとうは、さらに奇跡と思えるほど体を元気にし若返らせますので、食事代を払ってくださった相手の方はものすごい活力と健康をもらったわけです。私は結婚することにこだわることはないと思っていますが、もしこのように考え方を切り替えることができたら、ゴールインへの可能性が高くなるようです。この際、一生懸命に相手を探すのは置いておいて、とりあえずその一点を変えてみてはどうでしょうか。不思議なことに、この一点を変えることで日常生活でもいろいろなことの辻褄が合ってくるようです。え、これぐらいのことで?と思われるでしょうが、そこには何か重要な問題が含まれているようです。ありがとうと言えるのは、
相手を受け入れられる自分になったということです。それまでは相手を受け入れていなかった、相手に心を開いていなかった結果、良縁になかなか恵まれなかったわけです。相手の人が2人分払うことで幸せな気持ちになれるのなら、それは貸しとか借りとか言わず、受け入れてあげることが優しさであり、美しさだと思うのです。心を開いて受け入れる。その時初めて心の扉が開き、相手が入ってこられるのでしょう。人からの善意と好意は選ばずにすべて受け入れましょう。豊かな人とは与えるだけではなく、受け取ることができる人です。善意や好意をすべて受け入れる人は菩薩と言います。それは特別なことではなく、菩薩は私たちの心の中にもいるのです。善意と好意を受け入れるのは簡単そうに見えますが、大事なことは選ばないということです。選ばずに善意と好意はすべていただくということ。面白いことに、すべてを受け入れている自分は結局何もしていないし、人の好意に甘えているだけなのです。でもそういう自分を嫌いにはなりません。それどころかそんな素直な自分を一層好きになります。恋愛や結婚においても自分のことが好きであることはとても大切です。若い頃から虚無的な考え方が染みついていると、なかなかすぐにはできないものですが、人の善意や好意を受け入れていくと、気がついたら多くの問題は解決してしまうのです。人の善意や好意を選別をせず、拒否もしないで全部受け入れていくと、全く違う人生が待っています。私の周りにも食事の後に間髪入れずに、ありがとうございます、ごちそうさまでしたと、とっても気持ちよく受け入れてくださる菩薩さんたちがいますが、そういうところに人間的な豊かさを感じます。豊かな人とは、与えるだけでなく、心を広げて受け取ることもできる人なのです。